はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。一日一冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介しています。でこれまでに450冊以上の本をここでご紹介してきましたけれども、紹介しているジャンルや内容についてはチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらの心が晴れる生き方アドバイスというタイトルの本になります。で、この著者の斉藤隆さんという方は結構テレビにも出てらっしゃるので、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、たまたま日本のコンビニで売っていたので、日本にいた時に購入した本になります。で、こういった本、コンビニで見かける本、結構読みやすい本が多くて、で、タイトルも生き方アドバイスと、結構その、概念的なとか抽象的な内容になってますので、どちらかというとストーリーがある、本というよりは、個別具体的に、トピックで紹介しているような内容でした。で全6章になっていて、モヤモヤやイライラとか、漠然とした不安、コミュニケーションの難しさ、迷い、辛い出来事が忘れられない、恋愛について、そういった内容について、6章で紹介していると。で、5、6っていう形になってて、おそらくざっと見ると、85、6ぐらいですかね。80個、5、6が書いてあるという感じです。で、基本的に見開き2ページですかね。でその5、6っていうのが紹介されてます。こんな感じですね。中庸っていうのが大事ですよとか、人前での上機嫌を習慣にするとか。で以前ここのチャンネルでご紹介してますけれども、この方上機嫌の作法という本を書かれてて、その本結構私好きで人にお勧めしてるんですけれども、そんな内容ですね。だからこの斉藤さんがこれまでに感じてこられたこととか、大事にしていることをトピックで紹介しているということです。で結構いいなという言葉があったんですけど、全部細かく紹介すると長くなってしまうので、こうやって見開きで書いてある、大事な言葉とか、この本文の中から本当に大事なところだけ、バッとご紹介したいと思います。5つぐらいになるかな、紹介しようと思います。で1つ目は、もっと祝祭感覚を大事に過ごしてみましょうということです。で、どういうことかというと、そのお祭りにおいてはですね、その、プロジェクト、お祭りを、楽しんでみんなやってますと。なんだけれども仕事になるとですね、成功か否かということに固執して、うまくいかない、力が出ないというようなことがありますと。だから、もう少しその祝祭感覚、祭りの感覚っていうのを大事にしてエネルギーを出し切ってですね、何も残さないような、活動っていうのもあってもいいんじゃないかというふうに書いてます。で、どうやら若い人たちは気づき始めているようですが、人生の本質は利益や成功を手にすることよりもどれだけその時間を燃焼することができたのかなのではないでしょうかと。コンサートやライブとかですね、そういったところで楽しむっていうのが、本質なんじゃないでしょうかっていうふうに書いています。これは非常に重要だし、つい忘れてしまうので覚えておきたいと思って今ご紹介しました。で2つ目は、時間は使うものだというようなことが書いてあります。時間を潰すという表現があるけれども、それが嫌いですということで、潰す時間があるんだったら1秒たりとも無駄にせずに使いたいと思っています。で人生とは時間そのもの、時間とは人生そのもので、時間を潰していれば人生も潰れますと。だから時間はちゃんと使っていれば足りるものなので、無駄なところで潰してしまわずに、ちゃんと使いましょうということが書いてあります。これも大事ですね。非常にシンプルな言葉なんですけれども、大事な感覚だなと思ってご紹介しました。で3つ目、スピード社会はストレスのもと、でも時代の流れは変えられない、だったら反応の早い体になってしまおうということが書いてあります。でこれは現代社会においては早いことが優れたサービスの必須条件になっています。スーパーのレジやスマホの回線も早いほど喜ばれますと。でそれは不可逆的な動き、つまり時代の流れは変えられないので、ついていけないと嘆いていっても始まりませんと。だから自分が、反応の早い体になってしまった方がストレスを感じずにいることができますと。で自分が早く反応できるようになると周囲が遅く見えてきて余裕にもつながって気持ちが楽になってくると。この考え方も本当に言われれば当たり前なんですけれども、結構ハッとした内容ですね。はい。で、あと2つご紹介しますけれども、4つ目、文学についてです。で文学というものが何のためにあるかというと、人間一人一人の深さや面白さに気づく不思議な贅沢さを味わうコツを学ぶためだと思っています。文学を全く知らないと人間というものの奥深さがわからない、だから私はドストエフスキーを読むのですというふうに書いてあります。で、例としてココシャネル、の、創業者ですけども、どうして人生をそんなに人生をよくわかっているのかという問いに対し、本を読んでいるからよと答えたと言いますということです。
で、まあ、あのこの言葉の中ではドストエフスキーという言葉、まあ、作者が出てますけれども、確かロシアだと思いますけども、まあ、結構哲学的な難しい本を書いてる方で、まあ、私も一冊だけ読んだことがあるんですけれども、結構その人間の難しさとか面倒くささみたいなものがもうありありと書かれてる本なので、まあ、こういった本を読むとですね、まあ、文学を通じてそういう、まあ主人公たちに触れることで疑似体験をしておけば実際に理解しがたい人に出会った時に対応が効きますというふうに書いてあります。まあ、私はあんまり小説読まなかったんですけども、最近まあこういったことを意識して少しずつ小説なんかを読んでいるというようなこともあってご紹介しました。で、最後5点目ですね、さらに辛い経験をしている人たちに思いを馳せることで助けられるケースがあります。そのためには普段からそういう人たちに関心を寄せていることが大事ですというふうに書いてあります。で、まあ、自分の中でですね、まあ、悲しみが、まあ、募ってくることがありますと。で、まあ、そういった時もですね、相対的に見ると随分小さくなることがありますと。まあ、早い話が、まあ、自分の悲しみっていうのが、まあ、世界的なレベルで見たら、まあ、相当ちっぽけなものですというような考え方ができるんですということですね。まあ、例えばアウシュビッツの悲劇を、まあ、勉強したりとか、まあ、学徒出陣で戦死した人たちの手記を読んだりとか、まあまあ、こういった、まあ、不条理などという言葉で片付けることが到底できないようなその絶望に打ち震えると、まあ、そういったような、まあ、書籍とかニュースに触れることで、まあ、楽しい作業ではもちろんないんだけれども、自分の中で、まあ、そういう辛さに向き合うための、まあ、経験ができると、まあ、そういった、まあ、胸が苦しくなるような事実に対して目を背けずに、まあ、疑似体験することで、まあ、我々が何か学ぶことができるんじゃないでしょうかというようなことが書いてあります。はい。で、まあ、こういった内容でですね、結構斉藤先生の著書っていうのは何ていうのかな、難しいことは書いてないんですよね。まあ、出典が難しかったり、まあ、ドストエフスキーだったり論語だったりっていう内容はあるんですけれども、まあ、何か自分たちの日常生活の中で活かせるような、まあ、簡単な分かりやすい形に噛み砕かれて書かれていることが多いので、まあ、結構気楽に読めるんだけれども気づきが多いというような本が多い印象でした。まあ、この本もコンビニでパッと買った、まあ、680円の本なんですけれども、まあ、結構面白いいい言葉が多いなというふうに思いました。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンいただけますと日々の活動の励みになります。今日は失礼します。ありがとうございました。